さんこんにちは、コスプレイヤーのカピです。普段は撮影会だったりステージアライブという配信アプリで、顔出しだったりゲーム雑談やってます。今日のショーのポイントはこのスリットですかね。スリットはい、意外と安くて1000円でしたはい、それでは皆さんまた撮影会なのでお会いできたら嬉しいです。バイバイ。紫凛です。今日はよすがの空っていうアニメのかすがの空ちゃんをやってます。で今日の衣装のポイントはこのチャイナ服の際どい部分と黒と白があるんですけど、今日は白の衣装で模様が可愛いのがポイントです。こんにちは、根坂ありさです。チャームポイントは胸にほっくろがあることです。見えないですね。今日の服のポイントは見てください、このチャイナ服かわいいでしょ。今から踊ります。わあ、はい、ありがとう。ユエルです。今日はオリジナルでチャイナのイメージをしてみました。ここにはちっちゃいパンダも載せてます。歌をやってまして、あとプロレスもやってるので戦うアイドルっていうのをやってますこんにちは、水瀬かなとです。今日はコスプレシティ撮影会にバニーガールの衣装できました。実は尻尾がついています